アレグザンダー2世は、スコットランド王。ウィリアム1世と、イングランド王ヘンリー1世の諸子、コンスタンスの孫娘エルマンガルドド・ボーモンの長男。1214年に、父ウィリアム1世が77歳で母子した後、16歳で王位を継いだ。1219年、イングランド王ヘンリー3世の妹ジョームを王妃に、迎え、イングランドと友好関係を復活した。 1236年に、ヨーク条約でイングランドとの国境線を確定した。アレグザンダーは、外交上の懸案を取り除いてから、父が確立した行政機構を活用して、内政を充実させていった。1238年に、オーヒー・ジョーンと死別すると、フランス貴族の娘マリー・ドクシーと結婚した。ヘンリー三世はこれをイングランドへの敵対行為と、みなし。 アレグザンダーへ言いがかりを続けた。1244年に、ようやくニューカッスルで和解した。同年、ノルウェーからのヘブリディーズ諸島の奪還を目指して、スコットランド西部へ軍を進めた。しかし、その途中ケアララ島で防止した。5歳マリーとの間に設けた一人息子のアレグザンダー三世が7歳で、王位を継いだ。1221年6月21日。 ヘンリー3世の妹ジョーンと結婚した。二人の間に子はいなかった。1239年5月15日、フランス貴族アンゲラン3世ドクシーの娘マリード、クシーと結婚し、一難を設けた。マリードクシーは、アレグザンダーの死後、フランス貴族ジャンドブリエンヌと再婚した。ありがとうございます。